どうも、こんにちは。おはようございます。うまい棒です。では、飛び出せ動物どもにのんびり実況プレイ。今日も元気にやっていきましょう。いやー、ということで、どうもバーバラさん。お、早いね、ワイボー。今日も気合入れていくよ。かな。それはそうと、うちでなんかお時間、お話ししよう。こんな天気の日は、子供の頃を思い出しよう。あれは確か、一歳の冬、一歳よく覚えてんな、そんな時。初めて、店で売ってるバニラアイスを食べてさ、スケがひっくり返ってみてだよ。お前今何歳だ、お前。よく一歳のこと覚えてんな、お前。バニラアイスか、美味しいよね、バニラアイス。一歳でもバニラアイス食べれるんだっけ？ノルマンどっか行っちゃったね。ノルマン、あ、じゃあ行った。よし。あ、うまこか。もういい。やべ、夜更かししまって。まだ寝たいねえぜ。はあ。ではいないかおかい？お話ししよう。はい。桃。ああ、わかりました。はいはい、オッケーオッケー。よーし。桃か、わかりました。ここにあんじゃん、お前。自分でこんぐらい行けよ、お前。2歩で着くでしょ、ここまで。お前、ほら。お前、ほら。目の前。わかるか、見てんでしょ、お前。桃。桃、ほら、わかる？これ。ほら、桃の木見てるよね、お前、ほら。ほら、すぐ横だって、ほら。うわ、うわ、ほら、ほら、ほら。もう。エミカッチー。おはよう、ミカッチ。いやー、なんか、ミカッチの部屋静かだね。なんか音楽とか、なんか CD プレイヤーとかさ、今度プレゼントしよう。あ、ミカチさんじゃお、遊びに来ることだね。ね。てかどうしたの？何か聞かせて。うまい。あー、ナンオンちゃんね。はい、気が向いか。はい。よくナンオンちゃんの話するよね。ミカチは。最後に通信したのなんてもう1年以上前だぜ。そんなミカチは、ナンオンちゃんのことが好きなのか。いいライバルだ。よし。じゃあ、今回はね、いよいよ本題というか、前回もちらっと言ったんですけど、なんと、この村の、結構な古さんのアイゲッティが引っ越すらしいです。最初引っ越してきた時はさ、ほら、家のど真ん前に立ち上がってさ、おいって思ったけど、うん。まあ、ね。ありげってー。ありげってー。ありげってー。こんにちは。私、とうとう引っ越すことにしたんです。ちょっとやんで、本で調べたんだ引っ越したきとかまずは、一歩踏み出してみようと思います。わかった。で、私、かつ、あー、みかっちね、ありげってー。写真撮ろうよ、ちゃんと一緒に写真撮ろうよ。はい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 。そう。よし。はい、ポーズ。よし、まあいいや、これで。いやー、みかちね、ありげって、今までありがとう、ほんと。あの、顔にあるハートのマーク、かわいいよ、ありげって。今までありがとう。元気でね。うわー。悲しいな。さて。あ、そう、ノルマンにあげてなかったね、桃。ノルマンに今荷物がいっぱいなんだよね。荷物どっかで置いとくか。ここら辺に。よし。で、なんだっけ、桃をくれと。はいはい。ほら、見てんじゃん。もう目の前で桃取んぞ、お前。よ。よし。あ、間違えた。はい、桃持ってきてよ。よう、まこう。よう、まこうって。お前、これどうぞ。うひょー。待ってたも何もねえよ。目の前にあんじゃねえか、お前。
ざけんねお前、もうノコギリザメあげるわお前にもう。はい、ノコギリザメ。おやいやお前、お前醤油、ノコギリザメで醤油食べんのかお前は。はい、あ、なくなってる。ダメか、ごめんごめん、ノコギリザメ。いやだってノヌマンほら水牛じゃん、だからノコギリザメ食べるかなってごめんねノヌマン、ごめん。あとでももう郵送で送っとくわ、ごめんそうだなぁ、じゃあ何しようか。そうだそうだ、もう今回のパートであれ払い終わりたいな、募金をできれば。だからなんかいろんなものを売るか。とりあえず今ノコギリザメとなんかそこら辺に鉱石いっぱい落ちてると思うんで、鉱石をねちょっと見ますか。まあ、金鉱石を集めるとなんか家具がリメイクできるんじゃなかったっけ。だから集めるとして、金鉱石ばっかだな。金鉱石、あ、金鉱石、お、こんな多いんだ。エメラルド。お、なんだ、また金鉱石かい。よし、あ、ミミィが看板読んでる。まあこれでもうねお金は貯まるでしょう。はい、買い取ってノコギリザメ、メダルとメダルで。どうぞ。はい。16000ベル、いいね。ありがとう、リサちゃん。お、3万ベル、いいじゃん、いいじゃん。いらっしゃいませ。ああ、看板見てたからか。耳、なんか、欲しいのある？全部、実は、うまい棒くんがこれ、出品してるからな。お、この埴輪が欲しいか。これ怖いからやめてた方がいいと思うけど。よし。はーい。はいはい。よし。これで少しお金もね、また増えて。さつと、で、早速募金を払いますか。あ、いたいた。どうもおはようございます。ただいま、ハートのイルミネーションを作ったのを募金しております。目標の13万6000ビル向けて、現在116015ビル。よし、おー、いいねいいね、全部払えるね。しかも追加で、素晴らしい。よし、じゃあ買います。おかげさまで目標の136000ビル達成いたしました。完成楽しみにお待ちくださいまし。やったー、募金が目標の金額になった。そしてラブルハニワくん、すごいな、一晩でできるってすごいよねいやー、よかったよかった。そうだなー、何しようか。あ、ダルマン家にいんじゃん。ダルマンもなんか最近見ない気がするけど、気のせいかな。うーす。おう、ダルマン。うーす。こんにちは。肉あん、ダルマン。わざわざ来てくれたのか。違うよ。で、何か用かい？お話しよう。はい。あ、しゃべ、ごめん、あつ、ごめん。ごめんね。忘れてた。だって村お出かけしてないんだもん。まず友達がいないんだもん。友達いないとか、友達少ないんだもん、お前僕。ぼっちだから。はぁ、あ。じゃあ、アディアの家もね。アディアの家ってどんな感じだっけ？なんか覚えてないな。あー、こんな、お！マリリンがいるじゃん。性格似てる同士が。どうもー。
こんにちは。まあ、あんたも来たの？あやちゃんって人気者なのね。あはん。何かした？おしゃべりしよう。ねえ、あなた、契約家だって。おー。やったぜ。こんにちは、アディアさん。ミニークリスマスもう終わってるよ。とっくに終わってるよ、アディアちゃん。はい。つけましても。どうかした？こういうゴージャスの服って着たんじゃないの？っち。いや、いつもその服着てんじゃん、お前。ゴージャスも何もねえよ。さてと、なんかイベントとかないかな、近いうちに。ツイ大会久しぶりにやりたいなっても思ってるけどさ。あ、掲示板、なんかイベントのタイムサービス、タイムサービスはいいや。ゴメス見てないな、今日ゴメスいないね。アルベルトは？アルベルトもいいね。てかアルベルト全然合わないんだけど、最近何してんの、アルベルト。まあいいや、とりあえず。とりあえず、とりあえず、商店街でブラブラするか。あ、そうだ。久しぶりにあれやろうよ。師匠のクラブ師匠行ってさ、差し入れして、なんかネタを見せてもらうやつ。なんで？あ、そっか、あれも午後からなんだっけ？師匠のネタのも。ダルマン瞬間移動してる。何してんの、お前。ダルマン瞬間移動してたね、今。なんでさっきまで家にいたのに、いつの間に来たの？商店街。ちょっとびっくり。はい、どうも、こんにちは、だなも。あ、ミカッチ。あー、待って。あたりなんか、あー、買う。3階のもの全部買ってあげる。ミカッチには。あの、ゴージャス全部買ってあげる。瞬間移動はダルマもできるよ。かっこ白目。はい、どうも。おお、回転寿司。いいね、回転寿司食べたいけど。いいね。回転寿司部屋にあった。ちょっと楽しくない？あ、魔法のランプ。エジプトランプ。え、欲しいな。買おう。回転寿司も買おう。衝動買い。いいね、部屋に飾ろう。まあ、あとはいいか。3階も一応念のため見ておくか。まあ、どうせ買えないけども。ゴージャスだな、相変わらず。あ、なにこれ。タキシード。わ、タキシード欲しい。お値段は？わあ、買えない。諦めよう。ダメだ。本当に高値の花だよ、ここ。高値の花すぎるわ。じゃあ、最後にカフェで一服して終わりますか。はい、ありがとうございました。どんなも。いやー、この画面のバグを一回直したいな。 3D なのにさ、 3D じゃない、 2D にしてんのにさ、 3D 表示になるやつ。これ見にくいですよね、皆さんも。これまあ、ごめんなさい。あ、マリリン。あ、ごめん、斧で来ちゃった、ごめん。あら、マイボ君、さっさと、あっちとね、やりかした？何人か聞かせて。頼み。はい。ああ、わかりました。また家具なんか持って投げればいいか。ローナシのタンスか。じゃあ、ミックスットのシェフあげますか。
はーい。こんなどう？ミックスって教えるとどうですかね？ああ。わかった。じゃあ、なんか拾ってくるわ。なになに？見事な名画。これなんでここにあるんだ？見事な名画なんて。これ偽物かな？ちょっと待って。怪しいからやめとこう。土鍋。人工衛星。人工衛星だったらば。緑のカウンター。なんで名画がこんな転がってんの？ここだったりないんだけど。え、待って、なんか、家具、落ちてないかな？いや、ない家具。最悪、埴輪あげるか。冷凍庫。冷凍庫はミカッチもらったからね、前回。で、アラブ、あれ？冷凍庫もらったっけ、ミカッチに。違う、あれは、ロイヤルのなんかだ。間違えた。ルーレット。これなんだ？アラブ、なんで魅力があるんだって、こんな。意味わかんない。ああ、もういいや。なんか魚釣ってあげれば、あげるか。もう家具拾いに行くのめんどくさいな。と思ったけど魚もいない。え、なんで？魚全然いないんだけど、ほんとに。あ、いた。よし。ああ、よっと。ちょ。へい。へい、こっち。ぽい。よし。1。2で来るか。トゥン。あー、ユーロパーチか。そんなに黄色くはない。静かに。じゃあ、マリリンどっか行っちゃったけど。マリリン、この辺にいたよね、さっき。あ、いた。はーい。あら、遅くなってたよね。うん、君にあげるためにね。イエローパーチどう？ほい。まあ、イエローパーチ？新しい家族が増えたみたいで、嬉しいわ。あはん。これから、サブショーによ。このイエローパーチ見て、あなたこと思うわ。ああ、お願いします。そうそう、あなたにはお礼をしないといけないよね、マイボ君。なんだろう。ああ、家具か。サーバー？さははは。なるほど、もっとセキュリティ強化しろと。はい。なるほどね、わかりました。じゃあ、サーバーを部屋に置いて、もっと厳重にアカウント管理して動画アップロードします。じゃあ今回はこの辺で終わりにしますか。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アディオース。